の不具合。時刻設定ができない。これは厄介だな。ただゼンマイは負けるってことは別に勘抜きがずれてるわけじゃないんだよ。これは厄介だぞ。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道、無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことをやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。ただゼンマイは負けるってことは別に勘抜きがずれてるわけじゃないんだよ。これは厄介だぞ。この何かがダメだな。ではまあ今回の症状としてはゼンマイが負けるんです。そしてまあ時刻設定、そしてカレンダー設定、カレンダーの早送りができないという状況。まあその触ってみた感じ、カリカリと音を出して回らない。ゼンマイは普通に回る。これが非常に厄介ですね。なぜ厄介かというと、要はそのおそらく鼓なんですよ。鼓やら辺ですね、あそこら辺が欠けている。なのでゼンマイのみが負ける。要はキチ車は正常ってことですから。でまあ何が問題かというとね、やっぱりパーツがない。ムーブメント単体でも買えない。これクローン系なんですよ。クローン系のダメなとこってここなんです。これはね、相当に厄介な感じです。まあなんとなく分かってるんですよ。多分これムーブメント単体で買えないですから。このね、パッと見よくできてるコピー結構あるんですが、このパッと見よくできてるコピー、クローン系でパーツが多く出てるのはロレックスだけです。こういった AP とか他のものはね、まあ出てない。ところがこのね、クローン系の固定方法、これもひどい。見てください。そうでしょ。ここに来て両面テープ止めなんだけど。これがね、オーデマーピーゲのクローン系のコピーの実態です。ムーブメントの固定は両面テープと、ネジは一本もなかったです。ムーブメント固定が両面テープ、まあひどいね。まあね、それはまあいいんですけど、ムーブメント単体だけでも変えればまた対処の仕様があるんですが、それすらもなかなか売ってないっていう、見たことがない、見たことがないんですよ、売ってるの。なのでこれ系は良くないんです。買う方は、買うのはやめた方がいい、本当に。まあ多分あそこであろうと思いながらバラしてます。まあ何かのパーツが合えばと思ってます。何かのパーツ、3135系とかの鼓が合えばと思いながら、淡い期待を抱きつつバラしてる状況です。まあ、今回はこれをね、合わせてみるのは初めてですから、今回こういった症状が出て、で次回からですね、またこういった、多分ねこれまた結構壊れると思う、壊れる感じがしてますもん。まあ、まあ今後ちょっとね、この動画の後に出てきますが、やはり壊れそうな鼓です。サイズが小さいんですよ。なのでまあ欠けるだろうなとはパッと見思いますね。見事に全て欠けてるんです。鼓すべて欠けてるっていうのかな。よくないね。でまあ今回もね、何かの鼓が合えば
できるだろうと思って淡い期待を抱きつつバラしている状況です。当然なのでこの辺まで触るのも初めてです。初めてですね。どんどんバラしていって、まあ意外と簡素に作られてますが、やはりパーツの素材が悪いんだよね。ああもう見えてるんです。この時点で見えてます。ああ動いてないね。いやー絶対に壊れてる。あのね絶対に壊れてるわ。まあ何度も言いましたが、厄介というのはパーツだけで買えないので厄介なんです。まあパーツ交換しちゃえば、はたまたムーブメント交換しちゃえば済む話なんですが、それができないんです。それができないので厄介なんです。ちょっとね、まあ裏押さえですね、おしどりのところから引っこ抜いてます。あー出てきました。拡大してみると見事に欠けてます。まあ ほぼない。うん、その歯車と連動する縦の歯車っていうのかな、それがもうほぼないんですよ。いろいろ探したんですけどね、このクローン系に入っているのが大きさが、ね、小さいんですよ。これ見てください。今パッと出てきましたけど、これ3インチ35系です。それが合うかなと思ったんです。同じね、まあ、クローン系と呼ばれるやつですから、サイズがやはり違う。これ系でも合えばなと思ったんですが、やっぱり違うんです。こうなるとね、本当にいろんなムーブメントからそれ鼓を引っ張り出してきて、ちょっと当ててみましたけど、全部でかい、全部大きいんですよ。ちょっとまあ比べてみましょう。ほら、こんなに大きさが違うんです。左がこのクローン系、右側が3インチ35のクローン、鼓なんですが、全く違うでしょ。かなり大きさが違うんだよね。まあ、だから壊れやすいっていうのもあるかもしれないです。欠けてんだよね、こっち側なんだよ。こっち側ほら欠けちゃってんだよな。欠けちゃってる。ということで、今日はクローン系の AP コピーですね。クローン系です。あの薄型ですね、薄いやつよく止まったりするやつですね。厄介なんですよ。何が厄介かというと、パーツが買えない、それが厄介なんです。パーツを買える、はたまたムーブメントが買えるっていうのであれば、あれ交換できるんですよ。交換できるんですが、それができないんです。うん、売ってないんだもん。探したけど全然売ってない。やっぱね、売ってない。
まあいろいろのムーブメントを試しました。でまあ比べるとねかなり小さいんですよ。今回のこのクローンに入ってる、クローン系に AP クローンに入ってる鼓がかなり小さくてどれも合わなかったんだよね。何かが合えばまだね対処できるかなと思ったんですけど全然ダメで、あそこら辺一体洗ってみましたけど、まあ、やっぱり症状変わらずでダメですね。なので一つ言います、クローン系は直せません。あのねクローン系で直せるのは多分ロレックスのコピーぐらいだけじゃないかな。ロレックスのコピーも今怪しいですからね、なんかいろんなねクローンが徘徊しててこのサイズとかが違ったりするので簡単には直せないんですよ。だから一番いいのは買わないことです買わないこと。時計なんか絶対に壊れるもんですから、ね、オリジナルでも壊れます。それはね、で何が大事かというと壊れた時に修理ができるかできないかなんですよ。こういったものは修理ができないってことになるんです。修理できないんですよ。修理できないものはもう時計として機能を果たしてなくなりますから、そのアフターサービスでもないですけど、その直せない、直せなければ意味がないですから、時計としての意味がもう果たせないんですから。今回もそうですよ。あそこだけ買えればいいんですよ。鼓だけ、鼓だけでもまあ売ってないですから、まあじゃあムーブメントを買うかって言ってもムーブメントだけで売ってないなですから、それが厄介なんですよ。これクローン系が、クローン系の厄介なとここれなんです。買えないんですよ。まあ見たことないんだよね。全然見た、アリエクとかで探してるけど見たことがなくて一個見たことがない。まあ壊れたらまた新しいの買ってくれということなんでしょ。やめた方がいいですよやめた方がいい。こわ、しかもねやっぱ素材が悪いからあんな壊れ方でな、まあしないよ。全部なくなってたの、バーン全部なくなってた。何がじゃあ壊れてたかっていうと、鼓と吉車っていう組み合わせでもって時計はあの竜頭のとこセットになってます。これが吉車ですね。吉車、こっち側から竜頭が入りますよ、マキシンが入りますよ。これに合わせて鼓というものがあるんです。こういう感じ。だからこれは分割式になってます。分割されるんですよ。そう、分割されるんですが、でここの間にあの管抜きが来るんです。でここにこっちをこう引っ張ってグンと引っ張ると時刻設定の位置になりますね。そうするとこっち側にこの鼓が移動して、この歯車、ここに歯車見えますね。この歯車縦にジャキジャキジャキってなってるんですよ。これに横向きの歯車がここにあるんですけど、伝達があるんですが、これに噛み合わさって時刻を設定したりカレンダーを早送りしたりできてるんです。できるんです。今回のそれはここが全部欠けてた。ここがない、もうない。どうなってた、どうなったかな。ここが硬くなったのかもしれないですけど、これがバケーンでなかったの。こんな感じ、少しはあるんだよ。だからピクピク動くんだよ。ピクピク動くぐらいですけど、こんな感じでなかったんだよ。こんなになかった。 そうだからここが伝達されない。でもゼンマイは負けるんです。ゼンマイのところのキッチ車はね、あのきっちりあの噛み合ってますから、ゼンマイは負ける。ただ時刻設定日送りはできないということなんで、日送りというかカレンダーの早送りはできない状況なんです。なのでここを変えればいいだけだ。これ変えてあげればいいんですよ、パーツがあればね。パーツがあれば何も問題のない作業なんです。コピーってこうなんです。パーツがないから直せないんです。新しく買えって言ってるんですよ、コピーのね業者は。新しく買ってくれって言ってるんですよ。だから言います、絶対買わない方がいい。もう直せないからで、また新しい金額を出すってこと、なのバカらしいでしょ。絶対にやめた方がいい。なのでまあコピーでねクローン系で直せると言ったら、せいぜいまあロレックスぐらいだと。せいぜいだよ。でもねロレックスのクローン系も怪しいですから、
一番いいのはもう汎用ムーブメントを使ってるコピーが一番いい。これ言っちゃダメかもしれないけど、コピーダメって言ってますからね。コピーは正常派じゃありません。俺はコピーは否定派ですけど、一番いいのは汎用機を使ったコピーが一番いい。もう長持ちしますよ。もうパーツを変えればいいんだ、ムーブメントを変えればいいんだ。こういったもう似せるために一生懸命になっているクローン系と呼ばれるやつですね、まあ、買わない方がいい。絶対にやめた方がいい。修理ができません。修理ができないの。パーツがないから修理ができないの。だからやめた方がいい。それはね、こう本物そっくり作ってるんでしょうね、本物みたいな感じでできるんでしょうけど、壊れてしまえば最も子もないですから。今回は時刻設定ができません。日送り、カレンダーの早送りもできません。だから時計がいい頃合いに来た時に動かすしかない。時計じゃないね。そうなると時計じゃないですから。だからね、直せないのもあります。今はパーツがないですから、ムーブメントがないですから。なのでね、クローン系はやめた方がいい。本当にやめた方がいい。壊れたらもうそれで終わりってことですからね。それでもいいんであればいいですけど、絶対にやめた方がいい。直せないですから。直せないのはパーツがあれば直せるものが、パーツがないんですもん。それはまた新しいの買ってそれ入れ替える。そもそも本末転倒でしょ。なのでね、やっぱね、コピーは良くないですから。こんなもんよ、見たでしょ、あの固定方法。両面テープだよ。クローン系で両面テープだよ。オリジナルそんなことしてる？してないよ。ひどかった。久しぶりに見たな。これがクローン系ですからね、これ本物そっくりに作られてるのが両面テープで止められてますからね。やめた方がいい。まあ、これ見てわかると思うんだけどね、直せないんですよ。そこをね、だからね、注意してみてください。ってことでね、ちょっと頭が変だけど、日々の作業はね、インスタ、ツイッター、今 X になったのか。なんだ X ってね、 X ジャパンじゃんね。そちらによくアップしておりますので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。See you.